鳥池田神社は、兵庫県豊岡市日高町上里にある神社。式内社、田島国僧社で、旧社格は豪社。旧称は、僧社家大名人。祭人は次の一柱。桁神社の文府本殿社殿では、国史文書において、神武天皇9年に、既立の丘に創建された旨の記述があるとするが、つまびらかではない。 はり国風土器肉の義軍五法理上では、吉原下とか、命と雨の日ぼこ命が黒くずを投げて、国占いを争ったという伝説が記され、吉原下とか、命の投げた、黒くず三本のうち一本は、田島桁軍に落ちたと伝えることから、軍名を冠する当社は早くより鎮座したものと推測される。また社名から、の特に一具の桁大社をはじめ各地の桁神社との、 関連が指摘される。延長5年成立の演劇式新名帳では、田島国桁軍に桁神社と記載され、式内者に列している。平安時代頃から、閣僚帝国の国府近くには、国内の神を合祀した僧者が設けられるようになるが、桁神社はそのうちの田島国の僧者とされる。公安8年の田島国王多分に見える僧者に否定されるほか、 王衛三十四年の法能名を有するワニ口にも、ただし州桁創者大名人と記されている。上記の田島国王多文では、創者車両として、桁軍内に、大発若田四丁三十高田一丁五貫、微車門道田五丁七貫、微車門高田一丁三枚田一丁七貫六十歩が記載されている。明治維新後、明治三年に社名を、 それまでの創邪桁大明神から桁神社に改称し、明治6年に近代社格制度において合社に列した、下記の経代社5社などがある。ありがとうございます。